アメリカ国務省は言論の自由を支持すると表明し、韓国の対応に懸念を示しました。As you know, we probably support freedom of speech and expression. 国務省のサキ報道官は、詳細な情報は把握していないが、捜査開始から経緯を注視していると述べました。その上で、国務省が毎年発表している各国の人権に関する報告書で、韓国の法律に懸念があることを明らかにしていると指摘しました。